ご注文はお決まりですか？そうですよね。あははは。店長、落ち着いて。待ってください、店長。私も前から思っていたんですけど、お客さんの言うようにメニューを増やした方がいいと思うんです。それじゃあお客さん、何でも食べたい料理をご注文ください。ちょっと店長、何やってるんです？危ないじゃないですか。もう。それじゃあ改めて、お客さん、ご注文はどうしますか？お客様、ライス定食。というのは、定食とは別に、ライスを単品で追加ということですか？受けたまわりました。それじゃあ店長、ライス定食一人前よろしくお願いします。それでは調理を開始します。まず、そもそも定食とは料理の提供形態の一つです。複数の定まった料理を提供するもので、コース料理とも呼びます。日本の大衆食堂では、一汁三菜とご飯という形式で提供されるようですね。最低限、ご飯、香の物、汁物、煮物、焼き物があれば良いと解釈します。ちなみに、今回注文されたライス定食ですが、検索すると、こういったすべてただのご飯をよそった画像が出てきます。まあ、いわゆるネタ料理ですね。ネタを踏襲して、全部ただの白米をよそって完成。でも良かったのですが、さすがにそれではあんまりなので、ちゃんと料理したいと思います。要は、香のもの以外の料理を、米がメインの料理にすればいいんですよ。薬味のネギが切れたので、早速メインどころを作っていきます。まずは、一汁三菜の一汁から。基本的には、味噌汁や豚汁などが一般的ですね。今回は、お米をメインにする必要があるので、味噌汁にお米を入れた味噌汁ご飯とします。まず、だし汁を作り沸騰させます。沸騰したら、火を弱めてお豆腐を投入し、ひと煮立ちさせます。そうしたら味噌を溶かして、最後に少しだけ醤油を垂らします。器によそったら、ふと、先ほど刻んだネギを入れて完成です。ちょっと味噌を入れすぎました。続きまして、煮物を作っていきます。煮ればいいという解釈なので、卵がゆを作ります。お鍋に、お米とお水を入れて煮ます。煮えるまでの時間で、香のものを盛り付けます。今回は出来合い品を盛るだけです。煮えてきたら、鶏ガラスープの素と、溶き卵を加えて、さらに煮ます。
とは塩と胡椒でも振っておきましょう。お好みの水加減まで煮たら出来上がり。器によそって刻みネギをかければ完成です。さあ次はいよいよメインディッシュの焼き物です。チャーハンでもいいかなと思ったのですが、今回は肉巻きおにぎりを作ります。まずおにぎりを握ります。火の通りやすいようになるべく平たく作るといいと思います。おにぎりが完成したらフライパンに油を引き弱火で温めておきます。そうしたら今度はおにぎりにお肉を巻いていきましょう。なるべく隙間を作らないようにお肉を巻きましょう。隙間があるとそこからお米が崩れ出てしまうかもしれません。巻き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 さん。巻けたらフライパンで焼いていきます。豚肉なのでよく焼きましょう。お肉が重なっているとなかなか中まで焼けないことがあるので、そういう場合は最後に電子レンジでチンするといいですよ。それではタレを作ります。砂糖、醤油、みりん、酒、にんにくと焼肉のタレも入れてみましょう。しっかり焼けたら油をキッチンペーパーで拭き取り、タレを入れて煮詰めます。煮ることで水分を飛ばしてタレがおにぎりをコーティングしたら出来上がり。盛り付けて完成です。美味しそう。最後にご飯です。炊きたてのご飯を器に盛り、ゆかりをかけましょう。うちのお店ではデフォルトでゆかりがかけられるんですよ。なんででしょうね。鶏食堂流ライス定食完成です。定食ということで作るものが多く、豪のものが出来合い品になってしまいました。ちょっと味噌を入れすぎて味が濃かったかな。水が少なかったみたいで食べる頃には乾燥してました。唯一文句なしの満点でした。美味しいですよ。さすがに一度に食べきるのは無理だったので3回に分けて食べきりました。お待ちどうさまです。こちら鶏食堂流ライス定食になります。たまにならいいですけど、糖尿病には気をつけてくださいね。ありがとうございました。また来てくださいね。またのお越しをお待ちしております。